今月31日に投開票される見通しの衆議院議員選挙を前に、立候補予定者への説明会が神戸市内で開かれました。説明会は県内12の小選挙区で立候補を予定している人を対象に兵庫県民会館で開かれました。会場には自民党10人、立憲民主党8人、公明党2人、共産党5人、日本維新の会9人、国民民主党1人、れいわ新選組1人、NHK と裁判してる党、弁護士法72条違反で1人など39陣営が出席しました。説明会では冒頭、県の選挙管理委員会石堂則元委員長がルールを守った明るい選挙をと呼びかけた後、立候補する方法や注意点などを確認しました。衆議院議員選挙は今月19日公示、31日投開票の予定です。